はい、どうも、パチオです。今日はね、実はね、正月にね、親からメールが来てたんだ、母親から。まあ、いつもの存在確認ですよね。まあ、年一ぐらいで、まあ、来ない年もあったんだけど、まあ、僕が非常に怒ってた時なんですけど、何年か来ない年もあったんだけど、基本的には年一ぐらいで来ます。でね、僕、その時にね、ちょっと気になってたことをね、返信したんですよ。まあ、元気だよっていうのと、そういや、春に、うちの妹が、結婚して子供産んでるはずなんだよ。去年結婚したのかな？んで、春に子供産んだんかな？なんだけど、俺、その子供がさ、男の子か女の子かも全く知らないのよ。だから、悪いんだけどさ、って。パチオおじさんにとって、その子は、おいっ子なの？めいっ子なの？教えてって。で、メール打ったのね。まあ、基本的にね、メールに返信したとして、うちの親は返信を返してきてくれないんだけど、今回はね、すぐに返信してくれたっす。ありがたいことに。女の子です。うちの妹によく似てます。りんちゃんだよって。あー、りんちゃんか。確か、令和元年の一番多い名前だよね。そう、男の子がレンで、女の子がりんだよね。どこのボーカロイドだよっていう名前だよってね、なんかバカにしてたらね、うちのめいっ子もりんちゃんだったっていうね。もうりんちゃん最高だねって。でね、僕もりんちゃん、まありんって最近よくある名前だよねと思って、なんかアニメとかでもりんちゃんってよく使われてるじゃないですか。で、あー、なんかあったよなーって。で、あー、三人思い浮かんだわーってのが。アイドルマスターのりんちゃん？うん。なんかいたよね。なんか、そう。なんかちょっと、ビジュアル的にツン系のりんちゃんね。そう、漢字もりんなのね。なんで、僕の、りんは、そのりんで、思い浮かぶのなんだけど、そうそうそう、アイドルマスター、シンデレラガールズ。あったあった。で、あと、フェイトに出てくる、なんか、これもなんかちょっとツンっぽいよね、リンちゃん。うん。ツンデレっぽいよね。俺、フェイト系はね、絵面が好みじゃないから、全く見てないんだけど。うん。いいよね。ツンデレ。うん、リンちゃんね。で、あと、ラブライブのリンちゃん。にゃーとか言うやつだろ。ラブライブも、一期はね、一応見たから、再放送かなんかで。全くね、俺サンライズのアニメはね、昔からロボットアニメ大好きだから見てるんだけど、まさかそっち側に行くとは思わなかったけどね。ねえ、りんちゃん。まあね、僕の姪っ子がにゃーとか言われたら困るけど、ね、めいっ子っていう話になるとね、うん、会ってみたくもなる。まあ、おいっ子でもそうなんだけど、そういう話具体的に聞くとね、うん、まあ、って言ってもね、家とは絶縁してるからどうなんだろうっていうのがあるんだけどね。なんかね、夢広がるよね。こんなくだらないチャンネルが、なんか、まかり間違って有名になったら、ね。まあ、子供が見るチャンネルじゃないから、10年後になるだろうけど。無理か。そう。まあ、ね。まあ、今日のネタは、そんな感じで、もうそっから先何も進展もないんだけど、まあ僕も41歳にして、ついにね、おじさんになったもんで、もう、ビジュアルはもう20歳ぐらいの頃からすでにおじさんだったんだけど。
リアルおじさんだね。まあそんな感じで、まあ今日はちっこいネタなんだけど。あとさ、これ正面の山さ、養老なんだけどさ、養老山地、あの早い時だとさ、9月の2週目ぐらいで雪積もってるとこなんだよ。今年雪多分パラパラっとは降ってんだと思うんだけど、この山越えたとこの山には多分積もってると思うから、あの今ね雪ないんだよ。あー、ひょっとしたらなんか山頂にうっすら白いのが見えなくもないかもしれんけど、あれ砂かもしれんしな。いや、この時期に、まあ、もう1月だぜ、雪積もってねえなんてことあんのかっていうね。やっぱ今年は暖冬だ暖冬だって言っとるけどね。うん、あ、まあよーく見ればなんか山の地肌に白いのがっていう、まあでもそんなレベルっすわ。だってあの木とかに雪が積もってももう溶けちゃって落ちちゃってるレベル。うん、まあ個人的には寒いの嫌いだもんで、この方がありがたいんですけど、まあこんなところで終わりにしましょうかね。以上、パチオでした。バイバイ。